でも喋ってる場合喋ってる見えないじゃないですか。そうそう乗っかっちゃったけど乗ってもええよ。結構そこバラバラと坂道の人が上下で上下でそう上がってくる。あ、上がってくる。どうです今の段階では。あんですね、縄跳びとかやって、はい、暑いですね。そうだよね、もう汗かいてるもんね。そう、もう日差しがねリアルすぎちゃうな。ついということですよ、はい、イエーイ。いやでも4人で撮影することってめったにないじゃん。なんか2人か、うん、椿全員とかじゃん、うん、だからあとはさ同期ごととかが結構多いから、こうやって先輩を含めた4人で撮影するのが初めてなので楽しいです。楽しいです。することができたので、うんうんうん、なんかそんな姿も伝わっていたら嬉しいなって思います。そうですね。この4人のメンツが、うんうん、多分初めてのメンツだったかもしれない。いや本当になんかドキドキしてたんですけど、すごい楽しくいろんなことをやったりとかしたので、うん、それを注目していただけたらなって思います。個人的には公園で遊んだのがすごい楽しくて、すごい久しぶりに鉄棒に触ったので、しっかりやってたよね、鉄棒ね。頑張ってたみたいな。頑張りました。楽しかった。そう、最後にケーキを食べたんですけど、うん、個人的に勝手にね、うん、それは卒業おめでとうのケーキかなっていうふうに思っています。私たちも思ってます。あ、本当にすごい楽しい撮影でした。ゴムさん発売中ということで、うん、皆さんぜひチェックよろしくお願いします。お願いします。見てね。食レポじゃあ頑張ろう。パイナップルがジューシーで美味しいです。いきますね、うん。夏を感じる味。
ごめん、食べるのに夢中で全然ごめん、誰か聞いてました今の食レポ、ちょっと誰か聞いてたかな。あ、じゃあ私がパイナップルで食レポしてあげる。うん、して。じゃあ夢桃食べるね。これ桃ですよね、多分。いいも食べて。それが食レポ？オッケー。食レポ苦手なんだよな。美味しさ、美味しいっていう感情しかさ、出てこない。美味しすぎて。夏を感じる味。さっきユミが言ってたじゃん、それ。